はいどうもリーベです。マリオカート8デラックスやっていきましょう。平方鉱山 150cc ですね。さあ一番後ろからのスタートですが、まあね、最初の順位はまあそこまでね影響しないと思うので、もちろん1位を狙っていきたいところなんですが、まあとりあえずここはキノコを使って上位に上がっていきたいところですが、まあそこまで上げれなかったね。そしてこれね、これしっかり乗っていって、ちょっとここのアイテム取られて、これ被弾してちょっと出足が悪い気がするなー、てか悪いんですけど、はいジャンプ、コインしっかり取ってこう、取れんコイン取れんかった。待って、なんかねまだ微妙にね今年から悪い位置やりだしたんですけど、なんかねまだね慣れがねないんですよ。慣れ、うー、ちょっと待てよ、落ち着いて。これ最下位はひどいぞ。レート的にね自分あんまり低い位置じゃなかったんで、というかだいぶ接戦を演じれそうな感じのレート帯だったんで、これはね負けてられないんですよ。早くアイテム2つ、うん、アイテム2つで十分大丈夫。てかねそこまで差が開いてないので、これ12分にチャンスありますね。上行きたいな、上行けねえか、ここキノコで OK。 うわー、まじゃあ赤コーラに突っ込んでいって、しかもこれ待ってよ、落ち着いて、あっちょっこれひどいぞ、ちょっと待ってよ俺、うーん待って待って、ねはい、テレサ使ってまずアイテムくれ、オッケー、キノコ3つもらいまして、このコインをさ集めるの最初にやれって話ですよ。こう取って、いやこっから巻き返す、奇跡は起きる、絶対に奇跡は起きる、そう信じてやっているつもりなんですけど、あーちょっ、そこ落ちるか、ひどい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 、こんなにひどいレース久しぶりだぞ。ここ難し、はい2レース目いきましょう。なんかさっきのレースよくは全然ダメだったなっていうことで、今回ちょっとねカロンに戻してみました。カロンで一回あの昔の記憶を取り戻してみて、もう結局俺はもう軽量級なんだなという再確認をしようかなと思いますね。はい、被弾しちゃった、やばいな。まあ、でもねなんとなくもう軽量級のがいいんじゃないのって今のレースを見て思ったんですよ。確かに軽いから吹き飛ばされやすいんですけどね、やっぱハンドリング大事だよな。ということで赤コーラ当たらない、 OK、 アイテム交換して、ここキノコね、キノコは次の、ちょっと待って、なんか走り方変わるねやっぱ、ここ使って OK、 3位、いいよ、順調って言えば順調。うわーっつ、このね悪路からの脱出からの加速ね、ここの復帰が強い。ただキハウー、ちょっと待って、待って、うーくうっ、これ当たるのは聞いてないんですけど、やっぱ調子悪いのかなっていうかね、すごい接戦なんだよな、なんかみんな実力が突出した人がいないっていうのかな、そんな気がする。赤コーラ消えてるし、多分そんなね実力差がないんだよね。ってことで上がっていきたい、攻撃、あーもうなんでの、何に当たってんですか、これはねまず運がないっていうのと実力がないっていうのが掛け合わさって、ちょっと待って、2つ取って冷静に最後のアイテムで、どうですか、
はい、第3レース行きましょう。ちょっとね、1レース目、2レース目不甲斐ない成績だったので、ここなんとかしたいんですよ。第3レース、ヨッシーサーキットだったら勝てる、そう思っている。さっきのレースも一瞬だけだったもんね、1位の時間が。そしてね、やっぱ軽いからね、弾かれちゃうよねってやっぱ改めて思ったのと、やっぱドリフトはやりやすい。ちょっと悪い字どうしよっかなって思ってんだけど、ここね、しっかり走って赤コーラやめて。まあでもさっきから被弾が多いのは事実ですから、まあ、走ってるだけで抜かれるんで危ねえな、おい。ちょっとね、ダート走っちゃったけど、まずはここアイテム取ってキノコ。なあ、赤コーラか。絶対キノコを引きて欲しかったのにな。もう一回抜かれそうだなこれ。いやもう何、もう当たってんじゃん。待ってくれ、アイテム取って3つ置くな。よし、投げて、ここは抜いていく。さあ、危ない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 。2つ取ろう。アイテム交換で行け。赤コーラセット、投げて、次投げ、まあ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 、アイテム1個。いや俺に来ないよ、オッケー、来た。そしてここでキノコで走っていく。いいよ、前の2人をしっかり追っていこう。危ない。よし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 、とりあえずインコース走って。それ当たらないよ、当たらないよ、当たっちゃダメだよ。神アイテム、神アイテム来た。いやーでも抜けないのか。あー4位か、悪くはないけどな、いいとは言えない、そんな順位。さあ第4レース、最後のレースにします。なんですけど、もうコースがネオクッパシティのミラーなんですよ。コースにも恵まれないのかと、アイテム取られるし、これ逆なんだな。いやーこれはやばいな。くしゃみくしゃみ出た、くしゃみじゃない、咳なのかくしゃみなのか微妙な、我慢しながら出しました。さあ1位、なんとか今1位だけど、これを続けていきたい。最初だけ1位ってのもね、かっこ悪いからね、しっかりブレーキも使って。 OK、 いいよ、後ろに投げて、あーちょっと待って、だいぶ滑ったね今。ちょっと待って、ちょ待って、だいぶ良くない走り、だいぶ良くない走りをして、いいよいいよいいよ、取る、早いって、ちょっと早いじゃん。いや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 、これですよ、もう一個被弾して、あの一個被弾して、もうこの負の連鎖ですよ、これは良くない。早く、よし、邪魔だな、キノコじゃない、バナナ落とせ、投げろ前に。よし、はい、ここキノコで、オッケー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 、いいよいいよいいよ、投げて、当たれ当たれ、当たらない、当たれ当たらない、キノコ、オッケー、うわな、キノコで、よし復帰、2位まで来た。うわ、まあ、危ない危ない危ないって、もう危ないんだって、やめて、キラキラ、なんでキラいるんだよ。もうやだ、あいつも、うわやばい、あのテレサやばい、ちょ変なぶつかり方したし、おい、オッケー、赤コーラ、よし、赤コーラガード入って、何何何何、どんだけ被弾すんねん今日。
でもまだ3位、まだ3位だけど、マジか。マジ？待って。いや、ちょっと待って。今ないか。アイテムちゃんと2つ取らないと。いやー、マジですか。いや、今回調子悪すぎだね。はい、そんなわけで今回ここまでで終わろうと思います。レートが一番高かったのに不甲斐ない。お疲れ様でした。